っていうシーンに続く流行りの海外の通販サイト、そちらのまあ案件をいただいてテムをご紹介したと思うんですけど、メロチ実は個人的にもねテムでお買い物したので、今回はそちらをご紹介していきたいと思います。なんか前回にさテムの紹介をした時に、海外のサイトだからなんかちょっと危ないよみたいなコメントとかちらほらね見受けられて、メロッチ自身もそうなのかなって思ったんだけど、現状としてね結構メロッチってその海外の通販サイトよく使ってて、シーンも使ってるし、まあ、テムも使ってるし、アリエクなんか多分一番ゴリゴリに使ってるんだけど、なんかそういう噂は多いけど、まあ、メロッチ自身今んとこ特に被害は被っておらず普通に使えております。だから安心してっていうわけじゃないよ、だから安心してって言って後になんかあったらちょっと困るから、安心して使ってとは言えないけど、まあそういうコメントが多くて、ちょっとなんか他の見てた子たちをねちょっと不安にさせちゃうんじゃないかなと思って、まあ現状メロチは特に何の問題もなく使えてますっていうことを最初にお伝えしておこうかなと思います。はい、で今回はテムで1万円近くっていうことで、1万円分のねお買い物をしたので一つずつ紹介していこうと思うんですが、これちょい前に買ったからぶっちゃけこんなの買ったっけの商品があるかも動画でちょいちょい言ってるけど、通販すごく利用するから物が届いてすぐ開けるタイプじゃないんよ。で忘れた頃に開けるっていうパターンが多いんだけど今回もそのパターンです。でもやっぱさテムもシーンもまあリエクとかもそうなんだけど、やっぱり安いね。あ、その代わり日本の通販じゃないから梱包とかは結構ガサツだなっていうところはちょいちょいあるかなまあそれも含めまあ安いしっていうところで全然納得してるんだけど、ちなみにメロチが買った時と現状とではもしかしたら値段が変わってることもあるかもしれないので、そちらはまあ参考までにっていう感じで値段は見ていただいたらいいかなと思います。じゃあまずはこちら、荷物スケールお値段は368円です。これ使うのって感じなんだけど荷物何キロあるかなって測るやつ。別にさ海外旅行とかそんな行かないってか行ったことないんだけど、興味本位に買っちゃった。安いしと思って、ちょっとあまりよくわかんないけどここに多分何キロって出るんちゃうかな、おそらくやけど。続きましてこちら、飛行機電話ホルダー304円で、メロチはこれねピンクにしました。別にさ飛行機で使おうなんて思ってないよ、飛行機なんてほぼ乗らないから。じゃん、あこういう感じなんだ、あ伸びるこれで回せるんだ、へえ。これはね座席のところにこういう感じで挟めるっぽいよ。あ違うわ、こうだ、こう、わすごい、ここここ回る、こうやって挟むんだ前のシートのそのとこに。なんかなんだろう、職業柄かな、携帯スタンドとか三脚とかライトとかなんかそういう機材結構気になっちゃったりするんだよね。だから自撮り棒とかもあるんだけど、だから売ってると気になって見ちゃうもんねこれこうやって折りたためる感じだからね、ちょっとコンパクトになる。続きましてコンタクトレンズアプリケーター、お値段が71円です。ね、これ知ってる？コンタクトつけるときに目開くやつ、おもろくない？なんかこんな感じでこうしてこうやって目開けるんだと思うんだけど、これもちょっとなんか興味本位で買っちゃった。全然メロチ自分で余裕でつけれるんだけどね、こんなのあるんだって続きましてこちらじゃーん、漫画歯磨き粉絞り器、お値段が68円です。まあなんか思ってたよりちょっとでかかった。想像して歯磨き粉とかに挟んでこうだん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 なくなってくるじゃん、それを絞ってくやつ可愛くない？パンダちゃん。他にもね豚ちゃんとかねカエルちゃんとかあとクマちゃんがあった。これは本当に何の変哲もないただのプラスチックだね。続きましてこちら、これスライサーの16点セットみたいなやつでした気がする。1259円。おわ結構でけえ、めっちゃでかくない？わかるこの大きさ、説明書がついてる。あー英語、あーすごい、これトゲトゲついてるじゃん、大根とか押さえてこうやってするんだって、ここの上で。いいじゃん、なんかやっぱ大根とかさ持ってやってるとスカっていくもんね。これいいね、こういうのもついてるから角切りみたいなやつとか
できたりとか、これ水入れてこう水切り代わりとかにも使えたり、すごいなんかいろいろ使い道がありそうなスライサーです。ほら見て、いっぱい入ってる。これまず何をどうやって使うかっていうのを熟知しないといけないね。刃もこんなに入ってて4つかな。多分これとかは普通に薄切りみたいなやつでしょ。これ並々とかあるんだけど、こんな感じいかつい続きましてこちら UV カット超軽量折りたたみ傘、お値段が773円です。ちょっと待って、一つ言っていい？メロチがこれの商品の写真で見る限り、手をねこうやってしてて、ここに傘があったんよ。めちゃちっちゃいじゃんと思って全然無理じゃんでもまあコンパクトだ、ちっちゃいのはちっちゃいけどね。カラーもいろいろあって、メロチはこれ姫ちゃんにって思って買ったんだけど、だから水色なんだけどさ、一応ね19センチって書いてある。19センチぐらい。あ、裏黒い。こっちはパステルな水色で可愛いけど、こっちから見ると黒い。ちょっとやっぱなんだろう、日本で売られてる傘の素材よりもちょっと安っぽい感はあるかも、素材がね。そしてちょっと畳みにくいかも、なんかこのここがバラバラしてきてちょっと畳みにくいくしゃくしゃになっちゃった。ちょっと畳みにくいです。これガサツな姫ちゃんにできるかな。続きましてこちら電子測定スプーンスケール、お値段が488円です。じゃん、お、結構スプーン大きい。見えるかな、なんか一応ここにもなんかメモリがある。5ミリとか10ミリとか、こういうのさ持ってないからさ、あると便利かなと思って。続きましてこちら多目的ポットオーガナイザーラック1709円です。こんな感じで入ってます。ここは普通にプラスチックを自分ではめて、でここにまあ鍋立てたりとかするやつです。やっぱね、築45年の家に住んでたら空間利用をいかにしていくかっていうのがね重要になってくるの。だからこういうのを使って空間をね収納に変えてやろうっていう作戦、どうやってやろうかな続きましてはこちら漏れ防止ポータブル犬用水ボトル912円です。これはね 350ml のやつ。水をさお散歩中とか、まあ、外出中にあげたりするじゃんね。お水をね出すじゃん、ここにで全部きれいに飲み切ってくれたらいいんだけど、残すときあるの。そしたらさ、この水どうしようってなるじゃん。捨てるとこないし、これここに戻せるの、いいと思って。あ、すごい、なんかロックのマークがあるんだけど、どういうこと？ん？使い方教えて。どうやってロックかかってんの？あ、下げるの。あ、なるほど。これ上にしとくとロックがかかってる状態なんだって。だから使うときはこれを下に下げて、でそうするとここがボタンが動くんだって。おお、なるほど。え、いい。これ使ってこう。続きましてこちら先のリトラクタブルポータブルワイパー564円です。ワイパーなんだけど伸びるのこれよくね。ほら雨の日とかってさ、馬車の両サイドのミラーに水がついてて見えねえよっていう時あるじゃん。そういう時にピーって伸ばしてピーッピーってしたら便利かなっていう。めっちゃ伸びるよ、ほら見て。全然足りるっしょ、窓開けて続きましてこちらです。今になってこれなんで買ったんだろうって感じなんだけど、カーペダルフットペダル857円で、車のドア開けたとこにシルバーのこう出てるとこがあって、そこに引っ掛けると高い車でも階段代わりになって足掛けれるから登れるよってやつなんだけど、メルチそんなさ SUV とかじゃないですか、なんで買ったんだろうって感じなんだけど、あ、すごいこんなんあるんだ、え、便利そうって思って買ったんだろうね。続きましてホットボールディッシュプレートグリッパーかな、348円です。こんな感じになってて、ここシリコンみたいなのついてて、熱いものをさ持つやつちょっと待って、やばいな続きましてこちら1080度回転サンバイザー、お値段が522円です。サンバイザーのとこにつける携帯の
ホルダーかな。ちょいちょいさ、ほら、メロチ馬車の中で動画撮ることあるじゃんね。で、いつも固定されたとこから撮ってるから、だいたいアングルがメロチなんよ。これだったら、もうちょっと広々と撮れるかなっていう。どうなってんのこれ。こういうことね。あ、で、ここか。あ、なるほど。取り付けるんだって。バイザーのとこにこう挟んで、こういうことだ。こういう感じです。続きまして家具移動ベルト、お値段499円です。これ重たいものを移動させるときに自分のさ手首のとこに紐をやって家具とかの下に通して持つみたいなベルトみたい。そんなに大きいものを動かすことはないけど、使ってみないとどんなもんか分かんない。でも これ手首持ってかれないのかなって思いつつ、あったら便利かなって思って。あとはこちら5個セット家具リフター、お値段1298円です。これさ、すごく前から気になってたんだけど、これも重いものを移動させるときに使うやつで、例えばお掃除とかベッド下掃除したいけどベッド重くて動かせないとかさ、そういう時にもう使えるかなって思って気になってたの。なんかめっちゃ黒黒やん。大丈夫そうこれ。一応動画の説明とかによると、重たい、動かしたいものの前に、これをひっくり返しておいて、この棒をここに置いて、ここを隙間に入れてクッてするんだって。で、上げた後、他のこのローラーついた子を置いて、ベーって動かすっていうやつ。え、でもなんかちょっと持ち上げてみたいな。なんかちょっと軽くね、冷蔵庫とかでやってみたけど、なんだろう、滑っちゃう。重さに制限があるのかな。でも見てるとさ、ベッドとかドラム式の洗濯機とか移動させたりとかしてるんだけどな。メルツのやり方がいかんのかな。ちょっとさ、例えばでやってみるんだけどさ、ここにさ、これを置いて、これをここに固定して、ここを持ち上げるんだけど滑っちゃうんだよね。あ、怖っ。おやつのやり方がダメなのかな。それかこっちが重すぎんのか。もっとさ、映像とか見るとさ、もっとフィーってフィーって上げてるんだけど、これ一応割とでかいテレビ台なんだけど、重さに制限があるのかな。もっと走るのがいいのかな。怖っ。持ち上がんない。現場からは以上です。12月20日に本を出版することになりました。はい、そんな感じで今回テムで買った総合計はまあ1万円企画っていうんでね、1万40円でございました。なんか思ってたんとちょっと違うなとかさ、あ、ちょっとチャッチーなとかさ、これ通販あるあるだけども届いてみないとわかんないよね。うん、なんでまあ使えるものは使っていこうかな。まあ、でも個人的にメロチが一番使ってるのはおうちスタジオのためっていうのがあるんだろうけど、アリエクかな。まあそんな感じで参考になるものがあればまねっこしてみてねっていうことで、よかったらチャンネル登録と高評価やめろ。バイバーイ。